してられないぞ。どうしてこんな、一体誰が動かしている。第四機甲師団に連絡、クレイグ中将の助けを呼ぶんだ。完全に隙を突かれたようだな。戦車の暴走も含めて全ておとりか。ええ、やはり狙いはリモンの列車砲。クロスベルの通商会議を本気で狙うつもりでしょ。正気か。やはり狙いは鉄血宰相の首ということか。愚かな、ここまでの暴挙に出ると。時間がありません。俺たちも協力させてください。列車砲が起動する前に何としても彼らを止めましょう。リーン、そうだよね。僕たちも頑張らないと。ああ、こんな暴挙を見過ごせるものか。やれやれ、止めても無駄みたいね。リーン、以下 A 班、このまま私についてきなさい。 B 班は少佐の指揮に従うこと。それぞれ二手に分かれて右翼と左翼の列車砲を抑える。これは訓練ではない実戦だ。くれぐれも気を引き締めるがいい。了解しました。トーラス士官学院特化クラス7組一同、列車砲の軌道を食い止めるべく、これよりミッションを開始する。日頃の成果を見せるときだ。全力で教官たちをサポートするぞ。はい。おいでなすったわね。
習の時に現れた機械仕掛けの魔獣か。話は後、とっとと片付けるわよ。了解。なんとか切り抜けましょう。私の番ね。渡せるがよい。私の番だな。間違いない。あの時の魔獣と同じタイプだ。どうやら要塞内に大量に放たれているらしいな。さっきの兵士たちを襲ったのもこいつらだろう。はい。人形兵器。教官も言っていたが、それが本当の名前なのか。ええ、とある連中が作った使い捨ての厄介な兵器でね。慎重に、迅速に先を急ぐわよ。はい。承知。自然のパレスタイン、マイ！私の番だな。逃さない。
私の番だな。任せなさい。任せてくれ。行きます。私の番だな。攻撃続きます。私の番ね。俺の番だな。刃よ、お願い。今です。付き合い任せなさい。任せるがよい。逃さない。崩したぞ。続きます。さあ、このまま突き進むとしよう。後ろはお任せください。自然のバレスタイル、マイ。俺のバタだ。はっ、チャンスだ。私の番ですね。行くぞ。終了。気を引き締めないと。
く、クロスベル州との境界ですね。列車砲か。なんて大きさだ。ち、軌道が速すぎる。まさか狙いもつけずにぶっ放すつもりなの？サラ教官、こんなものまで実用化されているのか。この忙しい時に。あんたたち速攻でぶっ潰すわよ。了解。制圧を開始する。なんとか切り抜けましょう。マイ、行くぞ。マイ、え、私に力を。はあ、私の番だな。食らうがよい。オーケー、こう
私の番だな。行くぞ。やっ、私の場崩したぞ。続きます。さあ、このまま突き進むとしよう。後ろはお任せください。自爆までするとは。時間が欲しい。私だけでも先行する。君たちは安全を確保しながら。列車砲が。よせ。やめろ。Thank you.
はケルディック経由バリアハート行き旅客列車をご利用いただきありがとうございます。次はトリスタ、トリスタ1分ほどの停車となりますので、お降りになる方はお忘れ物のないようご注意ください。ライノの花か。こんなに咲いているのは初めて見たな。あいった。ごめん、大丈夫か？すまない。俺がぼーっとしてたせいだな。気にしないで、私も花に見とれちゃってたから。でもすごく良さそうな街ね。ああ、俺もちょうど同じことを思っていたところさ。トランク大丈夫か？落としちゃったみたいだけど。ええ、心配しないで。それにしても同じ色の制服なのね。そういえばみんな緑の制服だけど、一体どうなっているんだ？送られてきたものを着てきただけなんだが。それは私も同じだけど。でも他にも着ている人を見かけたし、理由があるのかもしれないわね。それこそ同じクラスだったりとか。ああそれじゃあ入学式の時にまた会えそうな気もするけど。名前聞いとくんだったな。まあいいや、これから先も顔を合わせる機会はありそうだし。しかし同じ色の制服か。このオーブメントにしても制服と一緒に届いた割には何も説明もなかったし、士官学校の備品にしてはかなり凝ってるみたいだけど。まあいい、そろそろ行こう。トールズ士官学院は町の北側にあるみたいだ。まだ時間はあるけど、入学式に遅刻なんてしたらシャレにならないからな。
それではお嬢様、ご分をお祈りしております。うん、ありがとう。じいも元気で。父上の留守はよろしく頼んだぞ。あは、心得ております。これは失礼。よき日和でございますな。この度はご入学、誠におめでとうございます。あ、ええ、ありがとうございます。ここがトールズ士官学院。かのドライケルス大帝が創設したと伝えられる学校か。お疲れ様です。士官学院に到着いたしました。ご苦労。お荷物お持ちいたします。無用だ。悪目立ちをするつもりはない。ですが。無用と言っている。あとは適当に休憩してからバリアハートへ戻るがいい。あ、それでは失礼いたします。良き学院生活を。お体にはお気をつけください。おめでとうございます。うんうん、君が最後みたいだね。リン・シュバルツァー君でいいんだよね。あ、はい。どうも、はじめまして。しかし、どうして自分の名前を？ちょっと事情があってね。今はあんまり気にしないで。それが申請した品かい？一旦預からせてもらうよ。ああ、案内書にあった通りですね。確かに。ちゃんと後で返されるとは思うから心配しないでくれ。入学式はあちらの講堂であるからこのまままっすぐどうぞ。あ、そうそう。トールズ士官学院へようこそ。入学おめでとう。充実した2年間になるといいな。
最後に君たちに一つの言葉を送らせてもらおう。本学院が設立されたのはおよそ220年前のことである。創立者はかのドライケルスタイテ。失戦劇を集結させたエレボニア帝国中高の祖である。即位から30年余り。晩年の大帝は帝都からほど近いこの地に兵学や法術を教える士官学校を開いた。近年軍の機構化とともに本学院の役割も大きく変わっており、軍以外の道に進む者も多くなったが、それでも大帝が残したある言葉は今でも学院の理念として息づいておる。若者よ、世の礎たれ。世という言葉をどう捉えるのか。何をもって礎たる資格を持つのか。これからの2年間で自分なりに考え、切磋琢磨する手がかりにしてほしい。わしの方からは以上である。いきなりハードルを上げられちゃった感じだね。ああ、さすがは獅子神皇帝と言うべきか。単なるスパルタなんかよりもはるかに難しい目標だな。そうだよね。僕はエリオット、エリオット・クレイグだよ。リーン・シュバルツァーだ。そういえば同じ色の制服だな。うん、どういうことなんだろうね。ほとんどの新入生は緑色の制服みたいだけど、あ、向こうにいる白い制服は貴族の新入生なのかな。なあ、そうみたいだな。だがどうしたの。あ、いや、なんでもない。以上でトールズ士官学院第215回入学式を終了します。以降は入学案内書に従い指定されたクラスへ移動すること。学院におけるカリキュラムや規則の説明はその場で行います。以上、解散。指定されたクラスって、送られてきた入学案内書にそんなの書いてあったっけ。いや、なかったはずだ。てっきりこの場で発表されると思っていたんだが。はいはい、赤い制服の子たちは注目。どうやらクラスが分からなくなって戸惑ってるみたいね。実はちょっと事情があってね。君たちにはこれから特別オリエンテーリングに参加してもらいます。え？特別オリエンテーリング。ふむ、ま、すぐに分かるわ。それじゃ全員私についてきて。とりあえず行くしかなさそうだ。やれやれだな。本当どういうことなのかな。わからないが、とにかく行ってみよう。
ここって士官学院の裏手、ずいぶん古い建物みたいだな。こんな場所で何を。わけがわからないぞ。まあ考えても仕方あるまい。なんかいかにも出そうな建物だよね。そうだな。ほほー、あれが俺たちの後輩ってわけだな。まあ名目こそ違うが似たようなものだろうね。私たちの努力が報われたのならこんなに嬉しいことはない。一年間地道に頑張った甲斐があるというものだよ。だよなーって。お前は努力なんてしてねえだろ。好き勝手やってただけじゃねえか。それは君も同じだろ。しかしアリサ君といい、可愛い子ばかりで嬉しいな。これはぜひともお近づきにならないとね。知り合いでもいんのか。じゃなくて粉かけまくるんじゃねえよ。お前のせいでこの一年どんだけの男子が寂しい思いをしたと思ってやがるんだ。鼻で笑いやがったな。もう二人とも喧嘩しちゃダメじゃない。いや、二人ともお疲れ。他のひよこどもは一通り仕分け終わったみてえだな。うん、みんなとてもいい顔をしてたかな。よーし、充実した学院生活が送れるようしっかりサポートしなきゃ。さすがは会長殿。もう張り切っちゃって。まあ多少の助けがないと最初のうちは厳しいだろうしね。それでそちらの準備も一通り終わったみたいだね。ああ、教官の指示通りにね。しかしなんというか彼らには同情を禁じ得ないな。ま、それは同感だぜ。本年度から発足する訳ありの特別クラス、せいぜいお手並みを拝見するとしようかね。君たち7組の担任を務めさせてもらうわ。よろしくお願いするわね。7組。それに君たちって。ふむ、聞いていた話と違うな。あのサラ教官、この学院の1学年のクラス数は5つだったと記憶していますが、それも各自の身分や出身に応じたクラス分けで。お、さすが首席入学、よく調べているじゃない。そう、5つのクラスがあって貴族と平民で区別されていたわ。あくまで去年まではね。え、今年からもう一つのクラスが新たに立ち上げられたのよね。すなわち君たち身分に関係なく選ばれた特化クラス7組が。特化クラス7組。身分に関係ないって本当なんですか？
冗談じゃない！身分に関係ない！そんな話は聞いていませんよ！確か君は…マキアス・レーグニッツです！それよりもサラ教官、自分はとても納得しかねます！まさか貴族風情と一緒のクラスでやっていけって言うんですか？そう言われてもね。同じ若者同士なんだからすぐに仲良くなれるんじゃない？そんなわけないでしょう。君、何か文句でもあるのか？別に。平民風情が騒がしいと思っただけだ。これはこれは、どうやら大貴族のご子息殿が紛れ込んでいたようだな。その尊大な態度、さぞ名のある家柄と見受けるが。ユーシス・アルバレオ、貴族風情の名前ごとき覚えてもらわなくても構わんが。四代名門、東の黒い全州を治めるアルバレア公爵家の大貴族の中の大貴族ね。なるほど、噂には聞いていたが。だからどうした！その大層な仮名に誰もがひるむと思ったら大間違いだぞ！いいか、僕は絶対に。はいはい、そこまで。いろいろあるとは思うけど、文句は後で聞かせてもらうわ。そろそろオリエンテーリングを始めないといけないしね。オリエンテーリング、それって一体何なんですか？そういう野外競技があるのは聞いたことがありますが。もしかして門のところで預けたものと関係が？あら、いい感してるわね。それじゃ早速始めましょうか。しまった。こら、フィー、サボってないで、あんたも付き合うの。オリエンテーリングにならないでしょうか。めんどくさいな。何が起こったんだ？いきなり床が傾いて。やれやれ、不覚を取ってしまったな。ここは先ほどの建物の地下か。くだらん真似を。飛び出るかと思ったよ。リンは大丈夫？なんなのよ、まったく。あら？その、なんと言ったらいいのか。とりあえず申し訳ない。でもよかった、無事で何よりだった。
その災難だったね。